レイ・アンダーソンは、アメリカのジャズトロンボーン奏者。シカゴ公共楽団のトロンボーン奏者から訓練を受けた、彼は、楽器の限界を押し上げる人物とみなされている。トロンボーン奏者、ジョージ・ルイースの、同じポジションにある。アンダーソンもまた、スーザ・フォンを演奏して、歌を歌う。1980年代後半から1990年代初頭に、かけて、 ダウンビート氏の批評家投票で最高のトロンボーン奏者として頻繁に選ばれた。カリフォルニアで学んだ後、1973年にニューヨークへと移り、フリーランスになった。1977年にアンソニー・ブラックストンのカルテットに加わり、バリー・アルトシュルのグループで働き始めた。1970年代後半から、 自身のグループを率いることに加えて、アンダーソンは、ジョルジュ・グルンツのコンサートジャズバンドと協力してきた。1990年代に、彼は時として、ユーモアのあるボーカルを取り始めた。その間、彼は二つの音を同時に歌う能力を示している。アンダーソンは、デビッド・マレー、チャーリー・ヘイデンのリベレーション・ミュージック・オーケストラ、ドクター・ジョン、ルーサー・アリソン、ベニー・ウォレス、 ジェリー・ヘミングウェイ、ヘンリー・スレッキル、ジョン・スコフィールド、ロスコー・ミッチェル、ランディ・サンドクのインサイド・アウト・バンド、サム・リバースのリブビー・オーケストラ、ボビー・プレバイとジョージ・ラッセルらと共演してきた。アンダーソンは、デーブ・バルジュロンとデーブ・テイラーと共に、ジム・ピューのスーパートロンボーンでメンバーを務めている。彼は、一連のソロトロンボーンコンサートのために、国立芸術基金から助成金を受けた。 アンダーソンは、インスピレーションを得るために、ニューオーリンズ音楽への初期の愛情に頻繁に戻ってきた。チューバ奏者のボブ・スチュワート、または、スーザ・フォン奏者のマット・ペリーヌと、トランペット奏者のルー・ソロフをフィーチャーした彼の、アリゲーターバンドとポケットブラスバンドは、その伝統に根ざしている。2003年以来、彼は、ストーニー・ブルック大学で教鞭をとっている。 バリアルトシュルアンソニー・ブラックストン・チャーリー・ヘイデン・アイド、リベレーション・ミュージック・オーケストラ・ボビー・プレバイト、ハンク・ロバーツ・ジョージ・ラッセル・ニューヨーク・バンド・ボブ・シール、コレクティブ・ロザンナ・ナビトロ・アンド、ケニー・ワーナー。ありがとうございます。